荒島駅は、島根県安杉市、荒島町にある、西日本旅客鉄道3本線の駅である。すべての快速列車が停車する。短式、島式の複合型に面3線のホームを持ち、列車交換や退避が可能な地上駅。短式の1番乗り場側に駅舎があり、島式の2.3番乗り場へは、古線橋で連絡している。一線スルー化はされておらず、 副本線である3番乗り場に発着する列車を除き、方向別にホームを使い分けている。松江駅管理の無人駅であるが、駅舎内に自動券売機が設置されており、乗車券の購入が可能。古くからの木造駅舎には、荒島自転車駐車場という自転車置き場が増築されており、その管理人が駅舎内の窓口に立つが、この窓口での乗車券類の販売はない。 また駅舎には、荒島駅触れ合い館という展示室が設けられている。1番乗り場が下り本線、2番乗り場が上り本線、3番乗り場が上下副本線である。安城市広域生活バスと市場田バスの荒島駅バス停が駅前に置かれている。2018年度の1日平均乗車人員は404人である。2004年度は356人。 1994年度は577人、1984年度は509人だった。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。広報資料、一時資料統計資料、ありがとうございます。